本日のテーマは人生や活動の理念です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、今週は、ゲスト福祉関係から、福祉関係だけではないんですけども、まあ、そういったところで主に、事務のお仕事をされている通称ミッチーさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミッチーです。いつもなら出ないんですよ。あれまだ早いから、まだ早い。じゃあ4日間のどっかで出てくると思うんで、今回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、いつものようにこの質問書をですね送らせていただいて、まず3つのポイントを私の方で、出させていただきました。1つ目が趣味、2つ目ブラック企業、3つ目が人事を尽くして天命を待つというところで、まとめてですねラベリングさせていただくと八ヶ地島ラブというところで、まあ、その理由としては、ミッチーさんは八ヶ地島で生まれ育ち、そこからいろんな土地でいろんな経験をされてきています。そんなミッチーさんが考える未来の先には八ヶ地島を盛り上げるという思いを感じます。そのために自身が経験したものを、まあ、地元に落とし込み、八ヶ地の魅力を最大限広げていくのだと、まあ、感じています。そのミッチーさんにまさに八ヶ地ラブというラベリングがマッチしてるんじゃないかというふうに思いました。どうですかミッチーさん。そうですね。一応もともと今説明があった通り、はい、生まれて、まあ、大学はまた中南部の方に行ったんです。それまでは八ヶ地島で生まれ育って、まあ、八ヶ地といえば自然豊かだし、まあ、氷島の氷大橋できてからは観光にも、ね、力を入れてる方ではあると思うので、それだとまた自分の今後活動していく中で、この八ヶ地ラブを見せていけたらなと思っています。まあ、そういった話をまた、どんどん聞いていきますので、皆さんまたちょっとご期待くださいというところで、じゃあまずですね初日のメインテーマいきたいと思います。人生活動の理念の中でもうこれスパッとシンプルです。仕事は5時まで、夕方17時までで趣味を豊かにっていうところなんですね。これもう単純にミッチーさん、この理念に至った経緯ってどんな感じのものですか。そうですね、もともと大学を卒業してからすぐ就職した場所が、はい、今でいういわゆるかいわゆるブラック企業みたいな、これは3日目に出てくるやつですね。はい、そうですね。そういった場所で働いてたので、はい、その働き方をした上で今のこの17時まで綺麗に働いて、その後自分の時間を使おうっていう、まあ、理念というか、なりましたね。なんかライフバランスですね、いわゆる人生の時間の使い方というか、全てこの仕事に全部時間を使うんじゃなくて、ちゃんとプライベートの時間もしっかり豊かにしてってことですよね。このただですね、5時までにっていうか、いわゆる定時までにっていうところで多分大事なポイントとなってくるのが、その定時で終えるっていうのは、まあ、いや変えれば簡単だけど、仕事ってそれぞれなんかみんな持ち場で任せられてる仕事ってあるじゃないですか。そのいわゆる持ってる業務をしっかりその日の分というか、それで終わらすために、やっぱりこの業務の効率化っていうのは重要なのかなと思うんですけど、はい、なんかそういったものに対して業務効率化をするための工夫とかあるんですか。まあ一般的に言われているこのスケジュール管理だったりタスク管理っていうのはもちろん行ってるんですけど、はいはい、またこの5時までに終わる逆算を立ててみたりとか、とかあとはちょっとこれはどうなのかなと思うんですけど、断る力っていうのも必要だと思っていて。確かに大事ですよ。の上司だったりだとか、はいはいはい、そういう人たちにこれできるって言われて、はいはいできますできますばっかりだと、自分を追い詰めてしまうとか、間違いないですってなってしまうので、ここまではできますけど、ここからは、手伝いが必要ですだったりとか、ここまでだったらまあちょっと5時を過ぎてでもやれますよ、でもこれ以上はちょっときついので、次の日に仕事を組んでもいいですかと、そういう断り方だったり断る力っていうのもこのご時世必要になってくるのかなとは思ってきてますね。これ本当に、まあ、多分ミッチーさんなんかもしかして Z 世代と言われる年代だと思うんですけど、まあ自分とかだとどっちかっていうと、なんだろう、その昭和とか昭和生まれなんで、そういった自分たちっていうとどっちかっていうと社会的には
みんなじゃないけどイエスマンが多分多いんですよ。はいはいはい、どっちかというとこの、うん、その会社に入って属して従っていくみたいな。でもそれって今言ったように苦しくなるんですよ自分が、うん、できないことまで背負ってしまって、はいはい、できなかったら結局自分が言われるしとか、うん、確かにその断り力じゃないけど大事ですね。そうだと思う。前いたところが、はい、このたくさん業務あって、はい、断ることができなかったんですよ。はい、で一番まだ下っ端だったので、はい、わかりました。はい、わかりました。もうこれで、この時も定時5時とか6時とかだったと思うんですけど、はい、次の日の夜中の3時とか当たり前でしたね。で、また朝7時から行って、仕事行って。ボロボロないですよ、身も心も。そうだったの、そういうことを踏まえると、まあ、断る力だったり、この、まあ、スケジュール管理とかも当たり前なんですけど、必要なのかな。うん、まあそんなミッチーさんなんですけど、やっぱりこの理念で趣味を豊かにって書いてるんですけど、やっぱりその人生においてミッチーさんにとって趣味ってどんなものなの、どんな位置づけというか。まあ趣味、自分は釣りとゴルフが一番の趣味にあるんですけど、はい、まあ、特にゴルフだと交流とか、まあまあ友達と遊ぶというかゴルフしながら、まあ休息にもなるし、まああの趣味を通して、また仕事上のゴルフとかがあったりするじゃないですか。うんうんうん、そうなってくるとやっぱり交流にもなってくるし、そういう趣味からまた仕事に行ったりだとか、まあ、それのでそういう風にしていくと、この豊かになっていくんじゃないかなっていうのがありますね。なんかあれですね、完全に別個にプライベートって分けてるわけじゃなくて、なんか自分の一つの、なんだろう、名刺じゃないけど、はいはいはい、そんな感じです。そう、多分そう捉えられても不思議ではないのかなと思うんですけど、仕事にも使う時もあれば、うんうん、そのプライベートで自分がリラックスとか、うんうん、コミュニケーションにも使うしみたいな。そうですね。そこでですね、ちょっとこの今回趣味っていうところが大きなポイント、理念がポイントになってるんで、その趣味のちょっと概念、趣味っていうのは概念なので、その概念の歴史っていうのをちょっと NCT がメモとしてご紹介したいなと思うんですけど、これ実はですね、趣味っていうのは近世美学ですね。その美学の中で確立された概念というふうに言われています。これは普遍妥当な判断の能力っていうのに規定されている。ちょっと難しい言葉なんですけど、普遍妥当ってどういったことかというと、どんなことにも当てはまるっていう、そういった概念なんだっていうところで、18世紀ぐらいにみんなでこう議論され始めて、確立されていったんですけども、この中でですね、最初はその何か物事を判断するために趣味っていう概念をみんな最初使ってたんですよ。みんなが趣味っていうの当たり前使いますよね。あなたの趣味何とか、そんな感じで今の感覚に行くまでは、判断するための基準として趣味っていうのが特別な概念と趣味になったらしいんですけど、18世紀以降とかになってくると、もうそれが当たり前になってきて、さらに時間が過ぎていって19世紀になると今のような形で当たり前に、私の趣味は何ですみたいになっていく。なので概念としては過去のものって言われ方してるんですよ。今みたいな、だから考えないですよね。趣味って概念なんだろうって考えないですよね。で、当たり前なんですよ、みんな。で、そういった、まあ、その歴史、まあ、だいぶざっくり言いましたけど、それが趣味の歴史っていう感じですね。まあ、そこで話を戻すんですけど、ミッチーさんなんですよ。ちょっと伺いたいのは、いわゆる趣味って言っても、やっぱり、私趣味ないんですとか、趣味見つけたくて、探すんですけど、なかなか見つかんないんですっていう人がやっぱいると思う。ただ、じゃあミッチーさん的に自分に合った趣味を見つけるコツってのがあるんですか？コツ、もうコツ、数打ち当たるんじゃないですか、ね、やる前に考えるのか。そうです無心でやると思います、自分とかの先ほど言った釣りとか、はい、ゴルフっていうのも、はい、まあ、釣り自体は自分がこの八ヶ島出身なので目の前に、はいはい、海があったので、もう幼少期からやっていたことになるんですけど、はい、それ以外にもやっぱり大学時代とか、うん、友達に連れてってもらったパチンコとか、うん、まあ、結局それは後の趣味にはならなかったんですけど、うん、そういうパチンコが趣味な方がいたりだとか、うん、で最近自分が見るようになったアニメ、アニメとかはもともとあんまり好きじゃなかったんですけど、友達に紹介してもらって見てみようと思ったら、あ、ちょっと楽しいじゃん、
ってなって1日1回ぐらいは見ますかね。これも一つの趣味だと思うので、うん、まずやってみると、やってみる、そこから自分で選別していたらいいんじゃないかと。合う合わないはもうやる前からまあ好き嫌いすんだよね、うん、はい、というところで、まあ、本日はですね、人生活動理念というところで伺っていきました。はい、LSM プロジェクトのホームページではラジオの過去放送や YouTube 動画、オリジナルグッズがあります。今回出演されたミッチーさんの昇降ノスタルジーという番組もありますので、 LSM プロジェクトとはで検索お願いします。本日は以上になります。 See you!